日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。今の新作フードメニュー5品を食べたいと思います。こちらがソイボールチキンフィローネ、ホワイトチョコ抹茶スコーン、キウイフルーツレアチーズケーキとアーモンドミルク抹茶ムースケーキ、そしてキャラメルサンドです。でこれ見てもしかしたらあなたはあれと思ったかもしれません。はい、今回フラペチーノがないんです。いや、正確には販売されているのですが、新作のメロンフラペチーノ、実は自分メロンダメなんですよ。でダメなものを無理やり飲んでも結局酷評しかできないので、今回はフラペチーノはパスでフードのみいただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはソイボールチキンフィローネ、中のボールがチキンナゲットのように丸々としていて美味しそうです。それではホワイトチョコスコーン、フォークを刺してみたりとか、なんかちょっと手応えがあっていかにもサクッとしてそうな印象を受けました。では続いてはキウイレアチーズケーキ、なんだかなキウイのケーキ5個、こういうカフェとかで見ること自体があんまりないので楽しみですね。下にはちゃんとクッキー生地も見えてましたよ。ではキャラメルクリームサンド、なんか触った印象はマカロンみたいですね。なんかこれ割ったらそのままポロって崩れそうだね。もうこのままいただきます。あとはアーモンドミルク抹茶ムースケーキ、あ、ちょっと見えている小豆がいい和のアクセントになっていますね。ブスッと突き刺すと中は本当に見えてプルプルしています。それじゃあ締めくくりの一口いただきます。若干主役不在感がありますが、確かに緑が多いですね。甘酸っぱくてほろ苦くて、やっぱり緑っていいな、体にも良さそうだし。次は野菜も食べたいけど、今回の野菜にはあれが入ってるので、あとフラペチーノも残念です。最初に食べた石窯ピローネソイボールは、トマトの酸味と香辛料の刺激がかなり効いていました。ソイボールはあまり存在感を感じられなかったですね。味もあります、捕まりなかったですし、食感もちょっとどこに行ったかなという気がしたので、少し名前負けしている印象でした。その次に食べた抹茶スコーンは、温めた影響もあるのか抹茶の香りが口の中にふわっと広がってきました。一方ホワイトチョコですが、甘さはそんなに感じられなかったですね。なので抹茶の香りを楽しみたいのであればおすすめですが、ホワイトチョコを求めるとがっかりされるかもしれません。その次に食べましたレアチーズキウイケーキは、キウイの酸味とレアチーズの酸味2種類が口の中でささっと広がってきて、爽やかな印象を与えてくれました。さっぱりいただきたい時にぜひ食べていただきたいです。4つ目のキャラメルクリームサンドは、キャラメルは甘さも苦味もそこまで感じられなかった。生地のふわっとしたっくり食感は美味しかったのですが、キャラメルはどこにと言ってしまって、どっかに行ってしまっているのがかなり残念でした。もう少しキャラメルの味も出してほしかったです。そして最後に食べたアーモンドミルク抹茶ケーキは、思ったよりも小豆が入っていて、豆の食感をしっかり味わうことができましたし、アーモンドミルクなので通常のミルクと比べるとさっぱりした抹茶ムースになっていました。大変にあっさりといただけるので、暑い時期ちょっと口の中でさっぱりさせたいなという時にはいいかもしれません。今回食べた5つの中では自分はキウイを、キウイレアチーズケーキが一番美味しかったので、代表として5点とさせていただきます。爽やかな酸味が口の中に広がってくるのが夏にぴったりだと思いました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。